さんこんにちは、田中ゆみれです。このところ天気の良い日が続きますね。本日も快晴、ベランダクッキング日和です。ですが風はまだまだ冷たいので、お昼は暖かくて辛いラーメンを作ることにしました。今日作るのは湯切りなしで作れる旨辛麻婆麺です。というわけで、今日は豆腐入りの辛口ラーメンを真冬の風に吹かれながらいただきました。作っている間もバーナーの熱で体がポカポカしていたのですが、食べ終わる頃には汗をかくほどになっていました。この時期は気持ちいいですが、夏にキャンプをする際は暑さ対策も考えておかないとバテそうですね。ソロキャンプ修行は続きます。明日は何を作ろうかな。本日もご視聴ありがとうございました。田中ゆみりでした。